はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし聞いていただきましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、各地のこのメーカーなどがですね、工場見学というか、そういうのを実施しているんですが、そちらに関する記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら神戸新聞ネクストからですね、ランドセルの作り方すべて見せます。セイバンミュージアム完全予約制で密かに人気とですね。はい、記事あります。ランドセルの歴史や製造工程を知ることができるセイバンミュージアムパーク、兵庫県辰野市の、辰野町片山にあるんですね、が密かに人気を集めている。本来なら多くの来場者で賑わうはずだった大型連休だが、新型コロナの感染対策で少数限定の完全予約制に、孫のために来場する高齢者が安心して過ごせる場所となっている。同パークはランドセルでセイバンがですね、昨年8月に開設、まだ1年経ってないんですね。文房具業界の歴史や商品の仕組みを解説し、直営店にはランドセルの体験コーナーもある。体験コーナー、工場のということなんでしょうかね。ランドセルの体験として多いんでしょうか。同社によると、翌春に小学校へ入学する子どものランドセルへの活動、ランカツは通常大型連休や夏休みに集中する。緊急事態宣言下の現在は来場を1日1組、最大5人とし、接客時間を45分に制限、人気のオブジェやキッズスペースを閉鎖するなど感染対策を徹底し、大型連休中は順調に予約が入っているという。姫路市が訪れた70代の夫婦は孫へのプレゼントを考えながら見学し、落ち着いてゆっくりと見られてあれこれ想像できましたと満足した様子だった。水曜定休午前10時から午後5時、製造工程の見学は平日のみ、予約はセイバンミュージアムホームページからというふうになってますね。はい、こんな感じです。まあ、このセイバーミュージアムのこちらで、拡大できましたら、こういった感じで、工場をこう斜め上から鑑賞するというか見ることもできるようになっているんですね。こんな感じです。これですね。はい。でですね、こちらのセイバーミュージアムのホームページもこんな感じになっていまして、会社の行く気なんですが、こういう感じでセイバーミュージアムという感じになっています。この記事は見ました通り、コロナということで、予約制にはなっているのですが、随時、見学ができるようになっているみたいです。こちらですね。こんな感じです。で、定休日、年末年始ですが、特別休暇日などありますけども、そういったのを除いて、10時から17時空いてますよという形ですね。料金無料とか、そういう感じです。こういうふうになってますね。こちらですね。こちらのこう斜めから見学できる、こちらは先ほどの写真のこれですね。これですね、こういう感じの角度が見ることができるようになります。その他にも体験コーナーなども用意されています。こういう感じですね。さらにこういったの工場見学というのはそういうのですね、お菓子のメーカーですとか、お酒のメーカー、ビールメーカーなどは大人の方に人気ですし、お菓子のメーカーなどは子供さんに人気だそうですが、それ以外にもこういった感じでセイバーが昨年8月から始めたというのはなかなかそうですね、面白いものになっているかなと思います。さあ、こういう感じでどちらかというとやっぱり、ランドセルではあるのですが、大人向けという感じがしますね。こちらですね。子供が見て楽しいものではないんですが、やっぱりこちら大人向けというところがあって、そういった感じで、ありました通り、ランカツですが、来春、小学生を、小学校に入学する、子供を持ちの、人ですとか、もしくはお孫さんがそういう人、そういった人向けになかなか興味ある展示かなというふうには思います。はい。こちらですね、今回紹介した記事のセイバンミュージアムのサイトですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があればクリックして記事を読んでいただいて、もしよろしければこちら予約制となっていますけども、ミュージアムの方を訪れてみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。